東北インは宮城県大崎市の古川駅前に所在したビジネスホテルである。2007年から2011年までは東横イン古川駅新幹線口として営業していた。2021年4月からはアッパホテル宮城古川駅前として営業している。石巻市に本社を置くナムコ &CO の関連会社パンパシフィックインターナショナルが不動産を所有し、 2007年に東予コインが借り上げて運営する形で東予コイン古川駅新幹線口として開業した2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響で被災その前後に自社運営を望んでいたパンパシフィックインターナショナルの社長が成居したため2012年12月1日より同社運営によるビジネスホテル東北イン 古川駅前として再開業した。東予コインは通常、オーナーが用意したホテル建物を長期借り上げで営業し、賃料を支払うビジネスモデルのため、開業10年以内でのチェーン脱退は異例であった。外観内装は東予コイン仕様のままであり、看板の表記も、4&5 東予コイン TOIOKO-INN-.com。T OK IN 東北イン TOHOKU-INN.com、OK、とわずかに差し替えたのみであった。2021年4月6日、アッパグループ株式会社がパンパシフィックインターナショナルの株式を買収したと発表。東北インとしては約8年強の歴史に幕を下ろし、ロビーや看板などの改装を経て、同年4月20日よりリブランドをオープンした。なお、 アッパホテルは2019年に小賀市で新築ホテルを開業した際に近藤抑制のためか、茨城古川駅前と県名を合わせた表記としていた。アッパホテル、宮城古川駅前に関するカテゴリー。ありがとうございます。